アメリカムナグロは、チドリメチドリカに分類される鳥類の一種である。アラスカ、カナダ北部とベイリング海西部の当初の一部で繁殖し、陶器は南アメリカに渡り越冬する。アルゼンチンなどに渡る距離は1万、数千キロメートルにもなり、往路とキロが異なることが知られている。灰色が似ているムナグロと混同されて分布が表示されていることがあるが、 本種と胸黒はアラスカの一部地域を除き分布は重ならない。日本では名庁として埼玉県、福岡県、沖縄県での記録がある。全長約26センチメートル。翼海長65から72センチメートル。体重122から194グラム。胸黒と灰色などが告示するが、翼や尾が長く、その分野や大型に見える。 成長夏和は,は顔から腹までの下部分が黒く脇や下をずつも黒い。その上部に白い縁取りがある。背面は高褐色と黒褐色のブチ模様になっているが、胸黒と比べるとブチが大きく色が濃い。成長冬和は,は全体に灰色がかった褐色となる。繁殖期は極地のツンドラに生息する。渡りの時期や越冬時には 水田や草原、干潟や川原、河口などに生息する。鳴き声を含めた生態は、胸黒と似ている。左、アメリカムナグロ。ありがとうございます。